どうもどうも、ハゲチョビンです。おはようございます。2020年11月22日日曜日、今日はですね、登山をしてみたいと思います。実はね、この間本州最東端に行った時に50分ぐらい歩いたんですけど、その時ね結構疲れたんですけどね、気持ちよかったんですよね。楽しかったなという気持ちがありまして、登山をしてみたいなと思います。自分のねトレッキングシューズを買って、一応ね鬼嫁にも行くって聞いたら、思いのほか、バイクの時はね、あんたバカじゃねえのみたいな感じで言われたんですけど、なんか登山山登りするって言ったら、あ、いいよっていうような返事来まして、急遽鬼嫁の分の、トレッキングシューズも買い、今日は、夫婦で、まず初めてなので、地元の陸前高田の氷上山に登りたいなと思います。そんな高くない山で練習しがてら、登ってみたいなと思いますので、どうか見てください。それでは、ハゲチョビンチャンネル始まります。よろしく。これ目印なのかな。これこんなになってくんだな。登ってるんだなこれ。ここあるんだって。こういうの写真に。ほら、でも上に上がれば もっとすげえんだけどな。一応取っとくか。こんにちは。これが乗ってるな。それで声入る。これ結構下なんじゃねえ、水場って。
ここかな。どうもー。どうもー。はい、すいません。写真をもっと広々としたのと知らなかったね。今日は屋台18番です。いかがだったでしょうか、ひかみさん登山。山の上でね、ラーメンを作って食べたのは美味しかったです。今日登ったのはね、中央コースから登ったんですけども、あとは、スズランコース、浜山コースがあるようなので、いつか、そちらのコースから登ってみたいなと思っております。次回の動画も見てください。それじゃあね、バイバーイ。もう少しやるぞ。もっとやるぞ。はい、山田。
聴ありがとうございました。